クレシーの戦いは、1346年8月26日に100年戦争の一環として、フランス北部、港町カレーの南にある、クレシーアンポンティーユー近郊で行われた戦い。クレシーの戦いでは、エドワード3世率いる、少数のイングランド軍が、フィリップ6世率いるフランス軍を打ち破った。歴史家はこの戦いを騎士道花やかなりし、 時代の終焉の始まりを告げるものだったと位置づける。戦場は保存されて観光名所となっている。1340年6月23日にスロイスの海戦で勝利したイングランドだがフランドル上陸後はフランス軍が大規模な海戦を避けたためにそれ以上の戦果は上げられず2年間の休戦をした。その間に ブルターニュ継承戦争が始まり、両者の代理戦争の様相を示したが、1345年に、エドワード3世は、戦争を再開し、アキテーヌに、ダービー白ヘンリー率いる軍勢を送った。1346年には自ら兵を率いて、手薄になっていたノルマンディに上陸し、関東を攻略した後、パリ近くまで進行した。しかし、フィリップ6世は、 アキテーヌからも兵を呼び返し、サンドニに大軍を集結しつつあった。これに気づいたエドワード三世はフランドルに撤退するため北上を開始した。フランス軍はこれを追ったが、イングランド軍は浅瀬を防衛していたフランス軍隊を撃破し、ソンム川を越えることに成功し、戦闘に有利な地形であるクレシーでフランス軍を待ち受けた。急ぎ追いかけてきたフィリップ六世は、 敵が待ち構えているのを見て、急速し翌朝の戦闘を考えたが、大軍のため統制が取れず混乱が生じ始めたため、当日の戦闘を決意した。イングランド軍のロングボウを装備した旧兵の活用は、バノック・バーンの戦いでの停滞敗戦を経て、スコットランド独立戦争の中で急速に発展していた。イングランド軍の戦術の骨子は、戦闘力の高いゲバ機種と熟練した旧兵の 連携にあった。8月26日の朝、イングランド軍は、クレシー村近郊の低い山に陣地を構えた。イングランド軍は中央に下馬騎士の部隊を配置し、エドワードクロ大使がそのうち一隊を受け持った。さらに、緩やかな斜面に沿って逆 V 字型になるように両翼に、ロングボウ部隊を配置し、撃たれ弱い彼らに対する騎兵の突撃を防ぐために、穴を掘り、杭を打ち立てた。 エドワード三世自身は後方に陣を構え、風車を指令所とした。昼過ぎに戦場に、フィリップ六世率いるフランス軍が到着。フランス軍の騎士は、自身の力への過信のために、決起左官で統率を乱していた。フィリップ六世はこれを見て、当日の戦闘開始を決意。ロング棒部隊に対抗するために、クロス棒部隊を前衛に配置し、その後方に、 フランス騎手軍を配置した。クレシーの戦いでの接近戦まず、フランス軍のジェノバ人の傭兵で構成されたクロスボウ部隊が射撃を行い、戦闘が開始された。対するイングランド軍は、ウェールズ人の自由農民で構成されたロングボウ部隊が応射し、射撃戦となった。フランス軍はイングランド不評の恐怖を煽るために、クロスボウ部隊の攻撃に合わせて楽器を打ち鳴らしたが、 その目論みはもろくも崩れ去った。本来、直接照準における水平射撃では、射程、威力、命中精度に勝るクロスボウであったが、上向きの射撃となったことで、効果が大きく減災された。一方のロングボウ部隊は、髪型からの射撃であり、地理上の優位があった。また、エドワード一世の時代より時間をかけて、鍛え上げられてきたロングボウ部隊は、 練度も高く、クロス棒に比べて、扱いの難しいロング棒を完璧に使いこなしていた。ロング棒は、関節照準で髪型に向かって打ち上げることにより、射程の点で、クロス棒に勝った。また1分間に1、2発程度しか発射できない、クロス棒と、1分間に6から10発と即射性能で、大きく勝るロング棒との差は明白で、クロス棒部隊は、散々に打ちまかされた。 また一説には、フランス軍が出撃準備の整っていないクロスボウ部隊を強制的に出撃させ、そのため大盾で身を隠すことのできないクロスボウ部隊は、ロンクボーの一斉射撃に混乱し、崩壊したとも言われる。劣勢となったフランス軍だったが、ひるむことなく、重機兵部隊による突撃戦術を観光する。退却しようとしていたクロスボウ部隊は、 後方から迫った味方の騎士に薙ぎ払われ、踏みつぶされた。自然の傾斜と人口の障害、そして雨による不安定な地盤によって、銃騎兵部隊の進行は妨げられ、その突撃の威力は減少した。ある者はロング棒に貫かれ、ある者は落馬して圧死し、それでもなお、フランス軍は幾度となく突撃を繰り返し、正面の不評部隊に猛攻を仕掛けるが、 イングランド軍の陣形を崩すことができず、両側面から矢を追いかけられて負傷者が続出した。夕暮れになってついに、フィリップ6世は、自軍の退却を命じ、クレシーの戦いは終結した。この戦いによる被害は甚大で、フランス軍の死傷者は1万から3万までの説がある。最も適当な数は1万2千人と言われ、その1割は、騎士で、11人のプリンスが含まれており、 フィリップ6世自身も負傷した。一方、イングランド軍の死者は150の250人と少ないが、この数には信憑性が低く、過小評価されたものであるとされている。また、死者の中には、以下の重要な貴族も含まれている。フランス軍退却後、イングランド兵は、身の白金を取るために、廃山兵のチェックを行った。その際、重傷の兵士は、 ミゼリコロデによって止めを刺された。その後、イングランド軍は港町カレーを奉仕占領したが、ペストの流行などの要因により一時休戦協定を結び、足踏みを余儀なくされる。しかし、この戦いでロング棒部隊を利用した戦術を用いて勝利したイングランド軍は、フランス軍のクロス棒部隊及び重機兵部隊を用いた戦術に対して優位に立ち、以後の戦いでも、 同様の戦術で勝利を収めていくこととなる。ありがとうございます。